中華なびらユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、8月の7日水曜日、旧暦の内縄組では7月の1日ということでございましてね、今日は1日15日、はい、ね、今日はもうお茶とあげて、はい、うとうとしてですね、カルタニンゴンね、思いを込めていただきたいと思いますけれどもね、沖縄ではね、この1日15日、本当に仏壇に手を合わすということでございましてですね、こうご家族のね、平穏無事を願う、体が健康でありますように、いつも美味しいものが自分のとこに来ますようにという感じでね、ございまして、お話をするわけなんですけどもね、まあそういう日となっておりますので、ぜひね、仏壇がない方も、はい、東の空でもいいですけど、向かってですね、本当に登ってくる太陽に向かいまして手を合わすのもいいんじゃないのかなと思ったりもしますけれどもね。もう一応太陽上がりましたよ。はい、私も朝はね、6時前にこっち来ますけどね、ちょうど6時ぐらいに夜が明けるんですよね、ユミタンの場合はね。はい。強い日差しが今日も入ってきまして、ユミタンその役場のね、高い塔がありますよね。あそこがこう赤く、照り輝くのがね、見えるわけなんですけどもね。まあ、しかし、おじいおばあなんか元気ですね。はい。私朝早くこっち来るときにね、もういつも5、6名ぐらい集団でこうたむろってるおじいおばあがいるわけですよ。もうすでにウォーキングを終えた、みたいな感じでございましてですね。7時ぐらい1時間、私がウォーキングしてる間中、ちょっとユンタクして、まあ、7時まではいかないかな。6時半ぐらいには帰っていくね。はい。こういう不良のおじいおばあもいるんですけど、不良って言っちゃいけないですよね。いくらたむろってるからと言ってもね。いやでもね、はい、健康ですよ。朝からね、うん。おじいおばあなんか、こう、ウォーキングしている方が多いんですけれどもね。まあ、いずれにしても、こういうところはいいんですけどね。読谷村役場周辺とかではいいんですけど、こう、道路をね、横断したりする皆さん方、ね、どうかお気をつけいただきたいと思いますね。嘉手納警察署の方からも、お年寄りの、高齢者の交通事故が本当に、多発しているということで、読谷村においても、先月2件の、人身事故で、お亡くなりになられた方、まあ、ユミタンソンとカゼナでございましたのでね、どうかお気をつけいただきたいというふうに思います。またお身内の方いらっしゃいましたら、本当に声をかけていただきたい。ね。そして、安全運転で、ね、ドライバーの皆さん方、ご走行よろしくお願いしたいというふうに思います。ね。
よくね、私たち安全講習会とか、いろいろと行くわけなんですけれども、そんな時にね、皆さん、ラジオから声掛けしてくださいねって、運転手の方は、歩行者を見てませんよっていうことを言ってくださいって言ってね、それぐらいももうね、切迫してる状況で、本当にこう、ウォーキングしてる、道を歩いてる方々へですね、声をかけなければならないというような状況になってるわけでございますのでね、お気をつけいただきたいというふうに思います。さあ、まあ、去年の誕生日はまたゲストを迎えて1時間ということでですね、進めて参りたいと思っているわけなんですけれども、はい。まずですね、今日は、前半は、後半でちょっとゲストを迎えようと思っておりますから、はい。前半はですね、ちょっと、8月に出されました、広報読谷からご案内をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。まず、もうね、夏休みなので、皆さんご利用なされている方々も多いと思いますけども、大鳥バス、7月の29日からですね、ルートがリニューアルされました。はい。私たち FM 団の方からもですね、役場総務課からのですね、ご案内、この大鳥バスのルートが変わりましたよということを広報させていただきましたけれども、はい。皆さん大丈夫でしょうか？新運行路線がですね、出まして、北ルート、東西南ルート、東西南ルートの逆ルートということでですね、この3本になっております。で、あと、休日はですね、南北ルート1本ということになってるわけなんですね。はい。どちらもですね、まあ、ヨンタウンと、まあ、ヨミタン村役場というものをちょっと意識した感じになってるのかなというふうにね、思われます。まあ、週末？はい。週末のですね、そのお休みの日とかは、どうしてもこう、イオンタウンに行きたいという子供たちの活用がですね、多いということもあり、ね、そういう意味では、その休日の日は、南北ルートということで、まあ、バス路線とはちょっと、勝ち合わないような感じで、読谷村、北南にこう、ね、がっつりこう走れるような、そんな感じがしてですね、高潮、ゆえち方面のバスターミナルの方面からですね、また、この読谷村役場、ユンタ市場を通って、ユンタウンまで行くというね、ルートができておりますので、土日はそれをね、利用なされていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。平日は、東西南ルートのね、正逆ということでございまして、新しくは、ナミラ、ウフ道方面を走る、車にもなっているということでございますので、詳しくは、読谷村役場のホームページ、またね、広報読谷、はい、8月号に、掲載されておりますので、そちらの方をですね、ご覧いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ね、コミュニティバス。もういいですよね。200円ですからね、大人はね。小学生と、それからお年寄りの方々はね、100円ということでございますので、ぜひね、大鳥バスご利用いただきたいというふうに思います。また夏休みになるとやっぱりね、子供たち、この、図書館に行ったりとか、それから私たち FM タウンの文化センターがある隣のね、増進センターの方には、もうひっきりなしに子供たちが通う姿も見ることができます。ぜひともね、おとりバスをご利用いただいて安全に、この夏も過ごしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。おとりバス運行ルート、時間等がですね、若干変わりまして、7月の29日よりリニューアルされましたので、ご案内させていただきます。さあ、それから、大鳥バス以外にもですね、いろいろとこうご案内があるわけなんですけども、この、広報読谷の8月号にはいろんなものが、掲載されているわけなんですが、この中でも、これからあるものもですね、ご紹介しておきたいと思いますけども、8月の25日、読谷村青年エイサー祭り、はい、今回はですね、読谷村陸上競技場で開催されます。お間違いのないようによろしくお願いいたしますね。はい。今までエイサー祭りはね、野球場でやってたわけなんですけども、はい。今年はですね、野球場が現在改装工事中のために、読谷村陸上競技場にて開催されます。ぜひよろしくお願いいたします。開始時刻は午後3時というふうになっておりますのでね、お願いいたします。また、ちょっと気をつけていただきたいのはですね、今回は陸上競技場内ということもありますので、ヒールなど、の靴ではですね、入場は禁止となりますのでね、競技場内で、喫煙や瓶割れ物、クーラーボックスの持ち込みも禁止となっておりますので、スタンドで、ぜひね、皆さん応援をしながら飲み物もね、飲まれていただきたいと思いますね。もちろん、ゴミはね、持ち帰っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
8月の25日、読谷村陸上競技場にて、今回第30回読谷村青年エイサー祭りが開催されます。ぜひね、足を運んでいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。さて、いろいろとお話をしてきましたけれどもね、今日は、広報読谷からの情報もですね、お届けしながらということなんですけど、日頃曲をかけてませんので、今日はね、曲もお届けしたいなと思ってますよ。今日は、困った時のデイゴ娘。はい。私も結構ね、デイゴ娘。デイゴ娘っていうのは、よりも、比嘉恵子さんが大好きなんですけど、僕はね、昔から。はい。比嘉恵子&シビーズの曲もかけるんですけども、比嘉恵子&シビーズだけをかけると、ちょっと似た刺されることも、泣きにしもあらずということで、せっかくね、お姉さん方からデイゴ娘の、CD、できましたよということで、ぜひ FM でも使ってくださいということでね、アルバムデイゴ娘をいただきましたので、この中からお届けしていきたいなと。でこの中にもね、比嘉恵子さんいらっしゃいますのでね。この人はまた怒られるんですよね。あんた知恵が比嘉恵子ってばっかり言ってね、みたいなね、ことを言われますのでね。まあ、これぐらいにしておきましょう。ということで今日はですね、まず一曲お届けしていきたいなと思っております。まずは、そうですね、アルバムデイゴ娘から芭蕉布をお届けしましょう。お聴きいただきたいと思います。このデイゴ娘さんのですね、アルバム、デイゴ娘というタイトルなんですけどもね、数多くのアーティストにカバーされたロングヒットの、デイゴ娘の放年満作、放年音頭をはじめですね、いろんな曲を、オリジナルレコード版をですね、収録してあります。ぜひね、皆さんお買い求めいただきたいと思います。それでは、デイゴ娘でお聴きください。芭蕉布です。
はい、お送りしておりますユンタンチャ出番ですよ。今日はですね、頭15分ルーチユンタンチャでお届けさせていただきまして、先ほど、音楽をお届けさせていただきましたデイゴ娘さんでバショーフでした。はい、素敵な歌を歌っていただける読谷村の祖父出身の方々なんですけどね、素敵なお姉様方でございまして、はい、また来ていただきたいですというわけでございまして、さあこの時間はですねゲストインでございますので、慌ただしく今日急遽来ていただきましたこの方でございます。はい、波平から歩いてきましたごめん北の位置を主催している吉見と言います。よろしくお願いします。吉見さんよろしくお願いいたします、はい、ありがとう吉見さん。いいえ、もうこちらこそ本当遠くから。いいえ、遠くじゃなかったですよ、遠く波平ねなかなかいいパフォーでした、うん、あ本当、うん、あでも暑い中本当にありがとうございますね。いいえ、こちらこ そ, そあの何だった、伴奏レイ茶を飲んで、はい、落ち着きました。はい、もううちのスタッフがね、伴奏レイチャってなるものを出していただいて、はい、血糖値が下がるそうですから、あら、はい、よかったです。今上がってきてるから大丈夫かもしれませんね、はい、さあ、夏の北の位置ということでございまして、ね、私たちエフェンダーも公演に入らせていただいております。本当に素敵なイベントなんですけれどもね、毎年毎年、はい、今年3月だったっけ。そうですね、北の位置って年に3回あるんですけれども、うん、夏はあの夜市ということで、うん、あの8月に、うん、夜市を今度開催するんですよ、ね、はい、前回はここ文化センターでね、はい、開催されて、とってもう本当にもう大反響でしたね。そうですね、あの、うん、特に出店者の方が、うんうんうん、その場所がすごいやっぱり良かったっていうことで、あの、まあ、出店者の方、村外の方もいらっしゃるんですけれども、はい、あの文化センターの良さをみんなが知ってもらったっていうすごいいい機会だったと思います、うんうん、そうなんだ。でも本当にここね、文化センターはね、僕なんかも小さい頃から、僕は小さい頃じゃないけど、あの俺はまあ大人になってからなんだけど、まあ、ここも10年あまり20年近くなるのかな、まあ、10何年か、はい、でね、あのとってもいい場所でね、緑に囲まれて、そうですね、吹き抜けでも赤土に囲まれてますけどね。いやいやいや、もう吹き抜けで、うん、もう風通しが良くて、ね、しかもあの普段はあの2階から見るってことがなかったじゃないですか。だから1階と2階に、うん、あそのそっか、店が分かれてて、お客さんも上から見た北の位置っていうのが新鮮で、はいはいはい、なんかぐるぐるみんな回って楽しんでたっていう。そうそう、お客さんがね、あの回廊できるっていうかね、回れるんですよ ね, すね、ここでやった場合はね、うん、本当に好評でした、うんうん、本当にあの僕もね、あの初日だったかな、あのあ初日午前中昼前ぐらいだったかな、あのこの FM に来た時に見たんですけど、2階の店舗がね超並んでたんですよ。そうですね、あれ何のお菓子屋さんみたいな感じだったよ。そうですね、 UFB の店って言って、カデナ の, あの赤橋渡ったところ、はいはいはい、左手に今あのアトリエがあるんですけど、あの目黒から移住してこられた方のアイシングクッキーのお店なんですけど。クッキーなの。はい、何アイシングクッキーってあのクッキーの上に、うん、あの、ま、砂糖のあのあれですごいデコレーションするんですよ。もう細かいデコレーションで、これがもうブログで、うん、ブログで大反響で、やっぱりなんかティーダのブログランキングで1位、うんうん、2位みたいなところな、ね、らしいんですよ。それでか、うん、それで地元の方ですよ、うん、地元のお客さんがあの買いに来る。今回は個数制限があったんで、1時間ちょっとぐらいだったんですけど、そう何時間か後にね、うん、俺行ったら、うん、もうだってもう誰もいなかったわけ。そうですね。そしたらあれ、あもうあピーク過ぎたんだと思ったら、うん、売り切れだった。そうですね、だいたい普通1時間しないで完売するんですよ。本当ね、うん、でも今回は個数制限だったから、いやもうみんなもうなんか30分ぐらい前から、本当、うん、あのま、そんな、ね、人気の、ね、密かに人気のお店も出ていて、そういう、うん、とかもね、だからそういうものを知るだけでもとても勉強になりますね。そうですね、なんかできそうだなと思うのもあるし、うん、自分の世界観だったらこんなだなとか、ね、アイシングクッキーってすごい人気があるんだとか、アイシングクッキーって言うんだそれ。そうですよ、うん、もう初めて聞いた。あのカデナでも読谷にすごい近いんで、うん、そうだよね、よかったら、うん、赤橋渡ってすぐだったらね、すぐです、うん、じゃ日頃はそこで帰るわけだ。あのアトリエがオープンしてる時が、うんうんうん、あのブログで確認できるんで、毎日じゃないんですよ。そうなの。ちっちゃい子がいるんで、あのそのすごい時間かかるんですよ。だからそうなんだ、あの作りだめしてできたらオープンアトリエの日っていうのがあって、 2,3 日でもあの北の位置みたいに店の前に行列できてますよ、うん、本当、うん、
すごいなそう、そんな。こういうね、コアなお店がたくさん集まるんですよね、キトネイチってね。お客さんの方がやっぱりもう、うん、あの、情報キャッチするの早いですよね。ね、本当にね、なんていうのかな、経済のマクロがすごいここにあるなみたいな感じがして。そうですね。うん、なぜかというと、例えばほら、経済ってさ、物を欲しい人がそのね、うん、お店に行って買いに行く、うん、わけじゃない、うんうんね、今の経済ってさ、なんかながら経済みたいなのがあって、うんうん、なんとなくね、うん、例えば国際で歩いてるから、あ、いいなって言って買うとかいうのがあったりとか、うんうん、あるいはこう大型ショッピングモール行ってさ、うん、ブラブラして買うとかいうのがあるじゃない。なんか買いたいみたいな、それ最近の子供たちがよく言う、うん、ね、うん、スーパー行くと聞きますよね、うん、お母さんなんか買いたいとか、うん、なんか買いたいって何みたいなね、喧嘩してるありますけど、それ多いよね。そうですね。何を買いたいっていうのがないんですよね。このキトネイチはね、僕は印象、僕の印象なんだけど、すごいこう、目的があって、あのお店に今回出店されるから行きたいとかいう、目的意識のはっきりしたお客さんが多いよね。そうですね。もう事前にチェックされてる方が多いんで、もうこの、だから私も主催だからよく聞かれるんですよ。例えばこの店、どこに出てますかとか。場所とか？はい。なるほどね。この店まだですかとか、もう本当にゆっくり来られるお店の方もいられるんで、自由だよね、この店は社長出勤だから、あと1時間ぐらいしたら来るかなとか、でもスタートしてるけど、そうそう、だからもう完売したお店が終わった後にまたその完売するようなお店が来て、午後からまた盛り上げてくれたりとか、へ、うん、そういうのがやっぱりお客さんのパワーがすごいですね。ね、うん、本当お客さんのパワーもあるよね、うん、でまたね、本当にね、このキトネイチはもう一つ楽しみなものはやっぱ音楽 ね、 そうですね。今日ね、彼ほら、なんだっけ、大輝さん、うんうん、大輝さんが来てないからね、もう急だったんで、ちょっと今ちょっと申し訳ない、女村で、はいはい、ね、今準備のこのキトネイチの準備でね、はい、出かけられていて、今日も僕もね急遽、ちょっとゲストが空いたもんだから、もう吉見さん来てって、ね、もう助け舟を出してですね、もう大輝さんいないんだけどみたいな感じだったけど、うん、もういいよ、一人でもいいからお願いって言ってからね、うん、来てもらったんですけど、うん、音楽の方はね、大輝さんが担当していただいて ね、 そうですね、いつもキトネイチと音楽はね、こう一緒にタイアップされてね。そうですね、もう本当にそれはもう欠かせないんですけれども、ね、今回はですね、うんうん、芸大のガムラン部の方が、はいはい、ガムラン、はい、インドネシアだよね、ガムランって言うとね、木琴とか鉄琴で演奏する、うん、あれの、まあ、ガムランって大きいんですよ、すごい編成が、うん、はい、10人20人で。あ、そうなの。一応ガムラン部にもオファーしてみたんですけど、1トントラックみたいなの用意できるって言われてそれできないっていう。楽器みんな持ってこないといけないから、もうすごいんですよ。長弦とかインドネシアの人が来てやるみたいな。そうなんだ。 でもその中で余命、うん、ぐらい、うんうん、そのバリにも何度も何度も通って研修とかもやってらっしゃる方が、うんうんうん、小さい影絵のグループを作ってらっしゃるんですよ、はいはいはい、でそ の、 マタハリトゥルビットっていう、うん、4人編成のガムランを、マタハリトゥルビット、はい、今回やらせていただいて、面白い、やらせていただいてます。あ、なんかガムランの演奏を聞くとね、もう本当に東南アジアね、うん、そうですね、もう夏インドネシア、もうそんなイメージするからいいよね、うん、音階が三線と似てるらしいんですよ。あ、そうなんだ、あれ、うん、それで芸大にガムラン部があるらしいんですよ。じゃ沖縄の人たちにやっぱりこう入りやすい楽器、うん、曲調かもしれないね。そうですね、もう その方と、あ、そうだ、うん、あ、その前に言わなきゃいけないことがあった。何、今回女村で開催するんですよ。もう大事なこと言ってないで、文化センターの話してたんですけど、そうなんだ、ごめんね、はい、そうそうそう、今回はちょっと残波岬も、うん、まだ芝生が養生中とか、はい、そうですね、工事中なんで、ただいろんな事情がありまして、大名村のふれあい体験学習センターで、はい、お隣の方にね、今回は、はい、ちょっと、うん、やらせていただくことになりました、うん、それで音楽のことは、はい、先ほど言った、うん、ガムランの演奏を、うん、とあと読谷村に、はい、お箱横丁というところがあるんですけれども、ね、はいはい、58号線木名の方にね、そうです ね、 ございますね、そこ の、 横丁の中にアイタルコーナーっていう、はい、ベジタリアンフードっていうか、うんうんうん、ベクレルフリーを目指した体に優しい料理を提供しているラス・タカシさんという方がいらっしゃるんですけども、はいはい、彼は音楽もやってて、ピアニカ奏者なんですよね、はいはい、ピアノ、ピアニカ、ピアニカ、うん、あ、なるほど、うん、でね、その
なんていうのかな、彼の、うん、その友達を、うん、あの集めて、あの音楽を提供して一緒に今回は出展もしていただきますけれども、あ、なるほどね、はい、あのラスタカシさん の, あの音楽をメンバーが楽しませていただくということで、はいはい、あとはあの、まあ、読谷村、うん、富谷の出身のパンクスたちが集まった、うん、あのなんか楽しい、楽しいって言ったらいいのかな、うん、あのヤバスターズっていう、あのヤバス、はい、20代ぐらいヤバスターズ、そう、あのもうたくさんだっていう意味なんだけれどもそのあ、そうなんだ、はい、沖縄初反骨楽団って書いてますけれども、11人編成で三振あり、あのなんていうのかな、あのこうアコーディオンあり、うんうんうん、あとなんかね洗濯板みたいなのを担当してる方もいるんですよ、うん、なんかちょっとあのジプシーみたいな、あの自主さ制作で CD も出したばっかりの、あ、そうなんの、はい、あのもう本当にコザにお店もあるんですけれども、うんうん、バーシックスっていう、うん、そのなんか若い子たちのあのバンド、なるほど、あとはあのその、へ、うん、あの読谷村ふれあい体験学習センターで、うん、あの三振を教えてらっしゃる那代村、はい、あ、那代村ふれあい体験学習センター、那代さん、那代さん、はいはいはい、はい、あの商工会出身の那代さんの三振、あ、三振というか民謡の演奏もあります、うん、演奏もある、はい、はい、ということでミュージックライブもね、はい、パフォーマンスの皆さん方もたくさんいらっしゃるということでございますので、はい、それに詳しくこの後お伝えいたします。一旦コマーシャルです。はい、すいません。インタンジャ出番ですよ、今日のゲスト、夏の木曽根与一ということでございまして、今回は8月の10日土曜日午後4時から与一、ね、夜の一ということでございましてね、今回は女村ふれあい体験学習センターで開催されます。今日は、その主催でございます、吉見さんに来ていただいております。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ね、女村の方で、開催されるということで、これまでもね、読谷村の方でだったんですけども、今回ね、踊れの女村ということでございまして、ぜひね、読谷の皆さん方もね、女村まで
たまにはちょっとね、足を運んでいただきたいなというふうに思うわけなんですね。そうですね、はい、もう本当にちょっと飛ばせば、女村小中学校の 裏手にあるんで、そうそうそう、目標はね、女小中学校、それをちょっと過ぎたら、はい、左手の方に ね、この学校沿いに入っていただければね、そうですね、はい、割と新しい建物なのでね、建物ですね、うん、いやいや、なんかこう、あれだよね、なんかこう、ちょっとリゾートっぽい感じがするね。そうですね、すぐあの、うん、海があって、ね、すぐ隣に海があって、はい、なんか離島みたいな、そうそうそう、ちょっと離れ島も見えて、うん、だからかご家族でね、そうですね、サンセットを見ながら、うんうん、そうそうそう、ゆっくり、しかもあのちょっと屋根があるスペースが多いんで、うん、今回は雨になっても開催するよ、まあ、雨降らないみたいなんですけど、うん、全然この暑さだとね、本当降ってほしいぐらいなんだけど、ですよね、でもまあ、うん、とりあえず10日、うん、あの晴れ時々曇り予報なので、はい、あの夕方ぐらいからゆっくり、うん、あのお子様連れでも、はい、あの家族でも、あの、うん、また恋人同士でも、うん、ね、あの来ていただけたらなと思います。そうそうそう、いいと思いますよ、本当にね、素敵なところだと思いますのでね、うん、足を運んでいただきたいと思いますけども、まあ、先ほどね、まあ、このキトネイチは常にこうミュージックライブと一緒になってねやっていただいているわけなんですけども、本当にこう市場と音楽というふうにねキャッチコピーも入っておりますが、今回は8月の10日午後4時から女村ふれあい体験学習センターの方で行われるということでございますのでね、ぜひ足を運んでください。はい、はい、さあ、またハリツルビットというガムランのメンバー、そうですね、ガムランはやっぱり、はい、あの本当野外だとかなりあの、うん、大変なあの楽器なんですよ、ですから半野外だったから呼べたんで、ね、今回 の、 あの場所だからこそ、あのガムランの演奏を楽しんでいただけたらと思うんです、ね、はい、それからラス・タカシ&フレンズということで、はい、ラスさんは、うん、あの本当にあの内地から来られたんですけれども、うん、あのとてもやっぱり食の安全や、うん、そのやっぱり食べ物に関してものすごくやっぱり、うんうん、あのいろんなことを発信されている方で、音楽に関しても、はい、あのとてもなんて言うんですか、こう皆さんあまり、ね、あの聞く機会がないかと思うんですけど、うん、そうね、かなりあの有名な方で、うんうん、あのそのいろんな場所でいろんなその、なんていうのかな、その、うん、彼のメッセージとともにその音楽を発信していくっていう、はい、うんうん、独特のスタイルを持ってるっていう感じですね、はい、なるほど、ね、あと俺気になったのはこのヤバスターズ、はい、前ずいぶん初期に、はい、FM 読みたんで多分番組を持ってました、うん、彼らの。マジですか、はい、誰やろう、ね、うん、ケーフォンってわかるかな、島袋くんっていう、島袋、はい、パンクスのトヤの子なんですけど、はい、彼がもうあの今はちょっとあのコザでお店を、うん、やってる、はい、やってます、2店ほど、あの、すごいね、飲み屋さんと、うん、洋服屋とやってるんですけど、うん、彼がもう本当にいろんな今あの内地からのアーティストを呼んだり、うん、自分のバーで演奏したり、もう自分たちが演奏するように今度はなってきて、はい、うん、ヤバスターズ、バンドを通してまたいろいろ活動してる感じをですね、見てもらいたいなと思って、はい、あとやっぱ最後はね、那代さん、はい、ね、民謡ですね、女村商工会室、那代さんといえばもう有名でありますけどもね、はい、あの、はい、民謡ってあの初めて呼ぶんですよね、私たちの中では。へ、うん、それでなんかやっぱりあの自分たちもあの、うん、すごい興味があったんだけれども、なかなかその、 あの出会えるチャンスがなくって、うんうんうん、今回はもうそのフライ体験学習センターでやるっていうことで、はい、もう本当にあのやっと民謡にたどり着いて、うん、彼も心よくあの演奏してくれる、うん、ということなんで、吉田さんは体験学習センターのなんか事務局かなんかじゃなかったっけ。そうです ね、それであの三振の講師もされてる、そうそう、やってるんだよね、うん、体験学習センターが、体験学習もね、講座があるみたいなんで、うんうん、そうそうそう、それであのいろんな方が通って、うん、あの彼の、ね、から教わったりして、うん、してます、ね、はい、
そういうミュージックライブもありの、夏の木曽根与一ですから、ぜひね、本当にこう夕涼みしながら、ね、そうですね、やっていただきたい、ね、足を運んでいただきたいと思います。ひらがなで木曽根一って検索すると、うん、あのブログが出てきて、その中にあの、はい、今回あの、うん、出店する80店舗のお店があの、はい、全部あの掲載されてますので、あ、はい、あとあのミュージシャンの情報も、うん、そこにあの写真入りで掲載されておりますので、うん、興味のある方はぜひあのブログを広げてもらって、あのお気に入りの1件2件見つけて、うん、それであの本当に直にその話ができる、うん、あのめったにないチャンスなの で、 そうです、ね、あの作り手の方と、うん、あのいろいろな思いを交換して、みんなのための身近な市場にしていきたいと思いますので、うんうん、はい、とか本当にね、あの気軽に今声かけていただきたいですよね。そうですね、どうやって作ってるんですかとかでもいいですからね。そうですね、買い物もあるんですけど、うん、まあ、やっぱりまずはユンタクシに来て、うんうんうん、あのそのいろんな人と交流して、うん、あの市場だったらいろいろなあの話が、うん、なんかもう楽しくスムーズにできると思うし、うん、あのもちろん反対意見やこんなふうに思うみたいなのも、うん、自分たちの中でぶつけ合って、うんうん、それであのより良いなんか社会っていうか、はい、にしていきたいなって思います。うん、そうですよ、あのいい悪い別として、うん、あのコミュニケーション取るっていうのが一番大事なんだよね。そうですね、うん、喧嘩したっていいと思う俺は。そう、私もそう思います、うん、ね、あの、うん、だってほら夫婦なんてもそうじゃない。そうですね、長年連れ添ってさ、やっていくためにはさ、うん、やっぱり仲良しの時もあればこう喧嘩する時も当然あるだろうと思うわけよ、うん、でもそういうのやっぱ社会もそうだと思うんだよな。そうですよね、うん、でもそういうものでお互いがでもしっかりとその目的を達するためのコミュニケーションを取る手段として考えなければ、ね、いけないと思うし、もうそれで目的で終わってしまったらさ、ね、何の意味もないんだよな。そうですね、うん、リアルな場でやっぱりなんか、そうそうそう、あのもちろんその会議みたいなのも大事だけども、うん、なんか美味しいもの食べながら、ね、お酒飲みながらなんかこう、うん、こう思うんだよねとか、ね、この前行われた選挙の話でも、うん、そう、ね、みんながそういう思いをね、うん、共有して、共有すれば、うんうん、まあ、そういうのが、ね、ある意味、まあ、この夏の木曽根与一の中で、まあ、できればいいなと、まあ、そもそも木曽根与一自体がね、清水さんなんか僕も番組何度かお招きしてますけど、木と根っこの一羽ということでね、うん、本当にこう一つの大きな木から、ね、また、大気よればでありますけれども、本当にこう、根をじっくりこう張ってね、揺るぎなく、ね、本当にこう本筋一本、持っていただきたいというような、ね、思いで、はい、この名前も付けられていると思いますから、はい、まあ、そういう意味では、この木曽根与一、今回はね、うん、女村ふれあい体験学習センターで8月の10日の午後4時から、うん、夜10時までですからね、はい、ゆっくり楽しんでいただきたい。そうですね、あの、うん、仕事終わってからでもあのゆっくりあの、ね、駆けつけられると思うので、うん、あの読谷村のに住んでる方も、はい、あのお仕事帰りにでも、うん、ちょっと読み、あ、そうそうそう、女村に足を伸ばして、ね、あの遊びに来てください、うん、僕らも先日ね、女村祭りを、ね、あの中継をさせていただきまして、女村まで足を運びました。もうすごいアットホームな祭りで、うん、そうですよね、私たちにとってはあの祭りっていうのは読谷祭りで、うん、もう11月じゃないですか。そうですね、冬の祭りのある意味 ね、 ね、いつも寒く、そうですね、寒いというよりも雨降ってる。雨が有名ですね。雨の方が有名なんだけどね、うん、まあ、そういうその大きなそのイベントでの、はい、うん、中継っていうのは、うん、まあ、読谷祭りが一番大きいんで、うん、まあ、それで、まあ、今回はちょっと新しいスタッフも入ったもんですから、うん、もうその研修も兼ねて、ちょっと何か祭りの中継をやりたいなということでですね、うん、女祭りをね、女村役場の方にお話ししたら、いやいや、もうやっていただけるんだったらもうぜひありがたいということでね、うん、お邪魔させていただいて、ね、もちろん向こうの方からですね、まあ、初日だけだったんですけどもね、PR のためということで協力させていただきましたけども、あ、そうなんですか。女村の方々はですね、やっぱりね、なんか読谷と似てるよ、うん、なんかこう優しいみんな、そうですね。っていうか、あのとにかくととなお隣さんだから交流あっていいと思うんですよね。ただね、本当女村というのはね、もうめちゃくちゃほら長いでしょ。そうですね、もうそういう意味ではね、本当イベントとかね大変だと思う、うん、俺は、うんうん、そうですね、うん、あの読谷とかも例えばこうなんかこうまったいらな感じで真ん中でこ う、 う、ね、やるから、うん、みんながこう同じ距離で来やすいんだろうけど、うんうんうん、
ナスの場合すごい長いのでね、もう名護近いところから来られる方とかも本当に読谷よりも遠いんじゃないかなと思うんだ。そうですね、そうですね、本当でもね、本当ちょっと、うん、もっともっと交流して、そうそうそう、また女村の人が読谷に来てもらえる感じにしていけば、ね、本当に中曽根さんの言う通りだと思います、はい、でも本当にね、僕なんかも読谷村の方々にね、うん、女町やってますよって声が来てね、ぜひ見に行ってください、うん、だって俺たちはさ茶壇の祭りとか嘉手納の祭りとか行ったりするやん、うんうん、でも北側にはなかなか行かないんだよ ね、 なかなかね、うん、だからある意味距離的には全然近いわけだから、うんうん、女祭りとかもねぜひ行ってください、うん、そしてまた読谷祭りの時は、うん、女村の皆さん方来てくださいということ で、ね、でね、声かけたいし、今回の祈祷日にしても、うん、日頃はね、読谷村で開催されているものなんですけども、うん、女村でやることによってね、また女村の皆さん方が、うん、こんなのやってるんだって言った時に、うん、また読谷村でやる機会があったら、そうですよね、読谷に来てもらえるじゃないですか。そうですね、もう本当にそれの交流でエネルギーがこう回っていくといいなって私も思います。そうそうそう、なんとなくこう同じ西海岸だから親近感もあるし、うん、ね、うん、ぜひそういう意味では、女村と読谷村の架け橋にもこのキトネチがなっていただけると期待したいなと思うわけですけど、そういう風になることを願ってます、うん、ね、もう80店舗も今回、そうですね、もう本当にね、今回は一般公募だったので、うん、割と初めてっていう新しいお店も結構、たくさんあるんですよ。昔から出ていただいてるお店もあるし、本当に有名な、ね、もうそのお店だけでみんな来るっていうお店もあるし、うん、もう本当に初めてで、でも初めてのお店っていうのは、うん、ものすごくやっぱり緊張もしてるけども気合も入ってるから、もう本当にどうぞ見てくださいっていうか、あ、なるほどね、うん、気合も入ってるけどね、緊張もしてるんだやっぱね、もうしてますよ、うん、やっぱり場所もね初めてで、うん、しかもか場所取りも結構早いもんじゅんなんで、あ、そうなの、お互い話してコミュニケーション取りながらじゃないと、ここいいですかとか、ちょっと右に連れてくださいとか、やっぱり声かけ合いながら場所を作っていく意味で、なるほど、うん、いいんじゃないかなっていつも思ってるんですよ。だからやっぱりそういうのって経験値がいるじゃないですか。そうだよね、だから初めての方ってものすごくやっぱり緊張してると思うんです。ちょっと遠慮もしちゃったりして、うん、なかなか言い出せないみたいな、うん、いや、もうお店のテントのシミュレーションみたいなのを一回家の中で組み立てたりするぐらい、いや一回ブログで見たんですけど、へ、うん、でよし万端みたいな、なんか、うん、だからもうぜひともそういうお店は、うん、お客様の目で、うん、いろんな角度から見てもらいたいし、うん、なるほどね、うん、意見や、うん、そういうことがあれば言ってもらいたい、こんな工夫してるんだとかいうのがね、こういうとこ素敵とか、うん、もう本当声かけてほしいし、すごい、もうディスプレイとかもそうだもんね、うん、本当に考えてるよね。そうですね、うん、やっぱりもうその 2.5 の中に、うん、2.5 メートルの中に、うん、はい、ものすごく世界観をみんな、ね、作ってるね、はい、うん、それを楽しみにしに来てください、はい、ぜひねお楽しみいただきたいと思います、はい、夏のキトネ夜市のお知らせです、はい、thank you.
お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、今日のゲストは夏の起点のキトネヨイチ、イン女村ということでね、市場と音楽を、ね楽しんでいただけるふれあい体験祭りで、女村ふれあい祭り、女村ふれあい体験センター、ふれあい体験学習センターで、はい、行われるということでございましてね、はい、すいません失礼いたしました。はい、ぜひともね足を運んでいただきたいというふうに思います。場所は女村ふれあい体験学習センター、女村の女小中学校ね。そうですね、はい、目標に入っていただいて、うん、来ていただければと思います。看板を設置しておりますので、はい、そちらからね、よろしくお願いいたします。はい、またブログ、はい、うん、そちらの方でいろいろどんなお店が入っているのか、 それに何80店舗全部載ってるの。え、載ってます全部。本当ね、うん、すごいね。そうですね、もう本当にこのお店何っていうところから、うんうん、あ、もう知ってる知ってるっていう店まで、例えば、まあ、お店ってどんな種類のお店があるんですか。個人で、まあ、もう本当に作ってて、うん、名前をつけてもう今回初めて出すっていう方もいらっしゃいますし、うん、もう店舗として、うん、オープンしてるところがあって、はい、例えば宗像堂さんとか、ギノアンで、あと読谷で言ったら水園さんとか、 あとサラさんとか、そういうもうお店もあっても人気もあるようなお店の方が、うん、出店していただけるっていうのもありますし、もう本当に初めて出て、うん、もうまだ聞いたこともない。じゃあさっきみたいに、主婦でありながら、コツコツと作って、はい、このキトネイチに出店しようとかいう方もいらっしゃる。お店がなくても、そうですね、なんかもう本当にありがたいことに、なんかそれ出るのが夢でしたとか言ってくださる方もいらっしゃいますし、でももう本当にそういう UFB の店さんみたいな、アイシングクッキーのお店とかもお客様の方が先にもう知ってらして、もう並んででも買うようなお店とか、うん、主婦の方もいらっしゃいますけど、うん、あとお店を立ち上げる前に、うんうん、やっぱり宣伝のためにこういう食材でこういうものを作ってますよとかいう、まあ、飲食のお店もありますし、うんうんうん、ものを作ってる、うん、木工からその布小物から、うんうん、本当にいろんなジャンルのお店があります。なるほどね、面白いよね、うん、でもね、みんなそれぞれ個性があるから、さっきもちょっとね試合前にお話しましたけど、その店舗も、まあ、スペース限られてるもんですから、それを本当に工夫されてね。そうですね、いろんな細かいものをなんかいろいろ使ってますよね。なんか洗濯物干し場みたいなのも使ってる人もいるし、そうですね、脚立をそのままなんか、ね、なんてショップみたいな感じの ね棚に使ったりとか、いろいろ工夫されてる。もう本当に悪天候も経験してきたのでもう本当にやっぱりもうみんなお店の建て方が上手になって、やっぱりあ、これいいって思うような、うん、他の店舗がやってるものはすぐにやっぱり他の店舗にも採用されて、うんうんうん、全体的にタフな感じに なってきてますね。なるほどね、うん、やっぱりあれなんていうのかな、このキトネイチっていうのは開催してどれくらいになるんですか。何年くらいになるの。7年目になります。7年目か。今度で20回目に、あ、一応台風でお休みだったのを含めると、うんうん、年に3回やってるんですけど、うん、20回目になるんですよ。そう、うん、へえ、じゃあもう常連さんとかも結構も生まれてるわけだ。そうですね、第1回目は20店舗ぐらいだったんですけど、第1回から解禁で出てる方が3店舗ぐらいやっぱりいますよ。マジっすか。はい、あ、すごいね解禁とかよ意外に解禁すごい。へえ、うん、すごいね。でももうね、うん、そこからもう店舗出して、うん、もうたまにしか出ないんですけど、うん、もうそのお店を回していくっていう風にどんどん
まあ、もう本当私なんか卒業みたいな感じで思うんですけど、うん、でまた新しくそのチャレンジしてくるお店が、あ、うん、実際にやっぱりこの人の位置からこうスタートして店舗を持ったってお店もあるの？あ、ありますよ。本当？もう嬉しいでしょ、そういうのって。嬉しいですよ、ね、もうすごい。それしかもその店舗が、うん、人を雇用してたりとか。あー、すごい、うん、マジ、うん、そうするともうそのね、例えば読谷村でも大きいよこれ、うんうん、何名かもしれませんけど、うん、いやいやいや、つながっていってるわけじゃないですか、雇用するってことは、うん、これ一番大事なことだからね。そうですよ。だからもう、これを生み出すっていうのは、うん、しかも今回なんかで言うと、うん、もう本当に臨月のお母さんも出店してるし、うんうん、大丈夫かな、いや生まれたりして、でも、ね、うん、例えば第1回目ぐらいに出店してて、うん、子供を産んで、はい、でも本当にパン作りがしたくって、その後修行されて、普通の店舗で、うんうんうん、それでもうそろそろ独立したいからって言って、今回もう久しぶりに出てくれてる小本さんっていうパン屋さんもいらっしゃるんですよ、パン屋さんというか。でもその彼女のその長いスパン の、 その取り組みみたいなのもすごいやっぱり自分の中で、あ、なんか多分彼女はきっとその先読谷かもしれない、うん、でもそこに素敵なお店を開くだろうなって、うん、なね、底力あるなってすごい思うんですよ。すごいな、うん、なんかこの木戸の市の中にはそういう人の関わりとか、ね、そういうコミュニケーションっていうのは話もありましたけど、うん、それぞれの人たちの夢の形っていうものが作られて形成されていく場所の一つにもなってるんですね、うんうん、そうですね。もう本当にだからもうなんかこんなの受けるかなとか思わずに、うん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 、もうなんか敷居なんて全然高くないから、うんうんうん、もうどんどんチャレンジして出店してほしいんですよ。 そしたらなんかこう自分のいいところとか、うん、なんか意外に受け入れられてるなとか、うん、そういうのとか結構最近はその主婦層であったりとか、うん、でまたまあね、リタイアされた皆さん方がご夫婦でね、うん、こんなちっちゃい店でもいいからこんなのやりたいなっていう、うん、本当のキックオフのスターティングのレベルで、うん、キトニーチを活用していただいてね、うん、お客さんとどんなですかとか直接な声を聞いたりとかできるっていう意味でもね、うん、一番の良さですからね。そうなんですよ。だから売れなかった時ほど、うん、たくさんいろんな、うん、経験っていうか、いろんなものもらうんですよ、はいはいはい、だからもう本当になんかもうこれどうかなって思わずに、うん、もう出してみて、うんうんうん、どうだって、これもうなんかたくさん商品揃える必要もないし、もう1個2つでもできたらもう並べて、ね、はい、いろんな人に見てもらえる、うん、お客さんって意外に、うん、その人の将来性とか、うん、その時のだけではなくて、うんうん、その人の世界観とか見て、うん、声かけてくれたり励ましてくれたり、うん、購入してくれたり、なるほどね、うん、そういうのがすごいやっぱり目を、うん、目聞かせてるん で、うん、でいいと思えばやっぱり情報発信してこういうところがあるよって言ってくれたりとか、うん、なるほど、うん、だからいい、ね、お客さんもすごい、うん、そういう意味ではもう本当に素晴らしいなって思います、ね、はい、ぜひね、この夏の一つのイベントとして皆さんも記していただきたいと思います。市場と音楽で楽しむ夏の木戸根夜市 in 恩納村、今回は恩納村ふれあい体験学習センターで8月の10日、今週土曜日夕方4時から、夜10時まで開催されますので、ぜひね足を運んでいただきたいというふうに思います。今日のゲストは木戸根夜市、主催者であります吉見さんをお招きしました。今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。すいませんね、ありがとうございました。いいえ、それでは頑張ってください。はい、はい。回り希望前になり響く青年会エイサーの音、お菓子焼き物泡盛と紅芋琉球ガラス西へかける和コードよ、いざ行け新高専でエルテムよ見た 78.578.6
てのFM 読みたんなら18点の